に働いてる庶民をバカにするなって話だ。我々国民民主党は真面目に働いてる庶民をバカにするなって話だ。我々国民民主党は玉木雄一郎代表先頭にかつてのマンネリ野党のように週刊誌を片手に与党をいびり倒すようなスキャンダル追及の政治はやらない。まさに対決より解決だ。過去最高の税収が2年連続ですよ。円高とインフレの最大の勝ち組が国にあってんです。今政治の私たちがやるべき役割は国の懐を豊かにすることではなくて国民の皆さんの懐を豊かにすることなんですよ。給料上がる日本経済取り戻す。給与所得者の給料をしっかり上げていく。可処分所得を上げて個人消費を高めてこの国をもう一度お金持ちからではなくて庶民の力で元気にしていく。それが一番の柱。何でもかんでも働いてる人から取りやすいとこから取るのやめようと、公平な公正な負担に変えていこうと勇気を持って提案したのが国民民主党です。私たちは野党だから美味しい汁もないけど、ただただこの国の未来のことを考えて必要な政策を訴えてるんですよ。与党はもっと強者を見せろ。次の選挙のことばっかり考えずに次の時代のことを考える政治を少しはやってくれ。野党の声は国民の声、国会軽視は国民軽視。完全にね、潮目は変わったよ。